ここがパスカルの言ってた商業施設の廃墟みたいですね。記録によるとデパートという場所だったみたいです。通れないな。何か仕掛けがあるんでしょうか。僕らも人間だったらこんな場所で楽しく買い物をしていたんですかね。家庭の話は無意味真面目だな、トゥービーは。警告、直上に機械生命体反応多数。森の気を抜かないで、ナイエス。そんなこと言う。戦闘はあんまり得意じゃないんですよ。なんかあいつ、逃げてばかりですね。怪しいから壊そう、トゥビー。ちょっと待って。破壊する。ダメ。何なんでしょう、あれ。この先が森のある地域みたいですね。目標、敵アンドロイド戦闘状態。起動。我らが森の王のために、森の王のために来ましたね、トゥビー。油断。それはこっちのセリフ。気をつけて、ナイエス。はい。
備されたこの森、湿度が高く不衛生であり、機械生命体には過酷な環境、あまりといえばあまりな境遇。我は決意した。この地を我らの王国とし、独立を宣言する。王国って何だべさ。王国とは大きな家のようなものだ。そして国民とは家族のようなものだ。家族だべか。家族いいかもしんねえな。なんだいいかもしんねえな。ここの機械生命体は王国とか王様って言ってましたね。奥の方に城らしき建造物が見えましたし、ちょっと行って調べてみましょうか。このお城にはどうやって行けばいいんでしょうね。
生命体の敵は近くにいるぞ。よそ者の侵略を決して許すか。我らが王を守る。さっきの機械生命体たち、王って言ってましたね。機械にも忠誠心が芽生えることなんて。
あるんでしょうか。王様が死んじまったね。わしらにエネルギーをくれた王様が、優しい王様が死んじまったね。悲しいな。他にも王様が住んでそうなお城ですね。
の攻撃に気をつけましょう、トゥビ。わかった、ナインエズ。え、今なんて言いました？わかった、ナインエズ。え、違いますよね、もっとこうナインエズ的な発音でしたよね。黙って敵を倒す。もう恐れるな、死ね。Thank you.
が王様。トゥビー、あれアンドロイドだよ。しかもあれはヨルハタイプじゃないか。ヨルハ特殊指定機体を確認、破壊を推奨。破壊？どうして？ナインエス、行くよ。トゥービー。バンカーよりトゥービーナインエスへ。指名手配中である A2 のブラックボックス信号をこちらで探知した。お前たちの前にいるのは敵だ。でもあれは、奴は脱走兵だ。何体もの追撃部隊を破壊している。うかうかしていると殺されるぞ。裏切ったんですか？裏切ったの司令部だろ。トゥービー、追いかけましょう。くそ、逃げられたか。バンカー、こちら 9S、司令官につないでください。バンカー了解、司令官に接続します。司令官、ターゲット A2 の破壊は失敗しました。そうか、しかし2人が無事でよかった。あれは非常に危険な個体だ。迂闊に近寄らない方がいい。司令官、脱走って一体何が？その情報は機密事項になっている。教えられない。そうですか。トゥービー、何？パスカルのところに A2 の情報を聞きに行こう。何か知ってるかもしれない。わかった。雨の日も風の日も嵐の日も雷の日も、燃え上がる戦場の炎の下でも、その者たちはいつも一緒でした。どうしてだか理由は分かりませんでしたが、いつも寄り添って生きていました。いつまでも、いつまでも。パスカル、こちら 9S。 おお、ご無事でしたか。うん。それより君に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？何でしょう。通信はダメだ、直接聞きに行く。わかりました。敵の侵入を防いでいたゲートを開けておきます。そちらから村に入れるように手配しますね。あそこがパスカルが開けてくれた門みたいですね。お待ちしておりました。話はパスカルから聞いています。では門を開きますね。
すよりも実際の記録を見てもらった方が話が早いな。なるほど。この A2 というアンドロイドですが、私たちの過去記録にもあります。危険なアンドロイドとして認識していますが、この村に直接来ることはありませんね。すみません、私の知っている情報はこのくらいです。そう、ありがとう。各地を警戒しつつ、一度レジスタンスキャンプに戻ろう。自我データのチェックと補給が必要だから。Dreams will come.